スコビルチは、唐辛子の辛さを測る単位である。唐辛子属の植物の果実にはカプサイシンが含まれ、このカプサイシンが絡み受容体の神経末端を刺激する。スコビル絡み単位はこのカプサイシンの割合を示す。多くのホットソースは、スコビルチを売り文句にしている。1912年に、スコビル味覚テストを考案した科学者、ウィルバースコビルの名から名付けられた。 開発当初は、唐辛子のエキスの溶解物を、複数の被験者が辛みを感じなくなるまで砂糖水に溶かし、その倍率を、スコビルチとしていた。したがって、カプサイシンをほとんど含まない、ピーマンのスコビルチが例とされ、一方、ハバネロのような最も辛い種類の唐辛子は、値が30万、つまり、そのエキスのカプサイシンが舌で感じられなくなるように、するには、 水で30万倍に希釈する必要があることを示す。このテストの最大の問題点は人の主観に頼っているという不明瞭さである。舌が辛さに慣れてしまうため舌を冷やすなどの承知が必要であり、一人当たりの作業量は8時間に6、サンプルが限度だったという証言がある。近年、高速液体クロマトグラフィーによりカップ最新の量を電気等で測定する。 ジレット法などが開発された。現在では、被験者の主観に頼らない測定器による唐辛子の辛さ測定法が主流となっている。しかし、スコビル値が長年使用されあまりに普及しているため、機械測定したカプサイシン量の数値をスコビル値に変換し直して表記する方法が一般化している。同じ辛さでもカプサイシン以外の物質によるものの、 辛さは感じる基準が異なるため、スコビルチでは表せない。スコビルチは同じ種であっても、系統や生育地の気候や土壌により10倍以上の差があることがあり、唐辛子に特に顕著である。なお、軍用表記は食品表。ありがとうございます。